袋詰めされて出荷された、新米新米と小米は、その年に収穫された米と、前年に収穫された米。同様に、前々年に収穫された米をここ米、小米、以下同様に、ここ米、小米、ここ小こ米、小米と、イニシエを収穫した年から現在までの年数分呼ぶ。新米と小米の区別について、明確な定義はない。 11月から翌年10月までの米国年度を基準にすると11月1日をもって新米が小米に変わることになる。ただしこの定義は夏から10月までに取れた早場米に適用できない。なお、新米、小米の区別と直接には関わらないが、米の備蓄計画では7月から翌年6月までの1年間を単位としている。米の品質変化は梅雨時期に大きいため、 梅雨明けに小米になると考えることもある。ただし、現代では低温倉庫が普及したため、必ずしも梅雨時期に変化が大きいとは言えない。ジャス法に基づく、玄米及び、精米品質表示基準によれば、新米と表示できるのは、収穫年の年末までに制白、包装された精米に限る。そのため、店頭で新米と表示された米が売られるのは、翌年の年初か、せいぜい、 春までである。ただし、新米と表示できなくなったからといって、小米になるというわけではない。小米には、新米に比べ次のような違いがある。これらはここ米、ここ米になるにつれ強くなる。東南アジア、南アジアでは、粘り気の少ない米飯が好まれ、量も増えるため、小米が好まれることがある。また、日本でも、中世から近世にかけて新米よりも、小米の方が、 値段が高い。これはタクと量が増えるからで、味よりもお腹がいっぱいになる方が重要だったと考えられる。現代でも、寿司飯は、酢の浸透が良いという理由で小米を使う、もしくは一部ブレンドする。日本では、仕事を始めて間も,もない人、まだ経験が足りない人を、新米と呼ぶことがある。しかし、経験が豊富な人を、米とは呼ばない。もとは、江戸時代の商店で、 新入りの店員が新しい前掛けをつけていたのを新米掛けと呼び、これが省略されて新米になり、さらになまって新米に変化したとする説が有力であり、新しい米を意味する新米とは直接の関係はないとされる。第二次世界大戦後の食糧難が解消された1960年代には、米イコールまずいというイメージが定着した。一例として大量の米を抱えた。 食料庁は1968年秋から配給米にコ米を混入させる割合を大幅に増やし始めた。さらに翌1969年10月からは新米を価格の高い自主流通米に割り振り流通させる。一方、コ米は価格の安い配給米に割り振り新米の割合をゼロとして流通させた。こうした政策について朝日新聞は 見出しで、配給うまいまずくなると表現している。ありがとうございます。